やほこんにちは、さひこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はセブンティーンの新曲、Darling。こちらを皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。ちょっとさ、ティザー見た時からね、ちょっといい予感しかしてないんですけど、はい、楽しみです。すごい、なんかなんだろう、この空気感すごい春だね。なんか見てるだけで心地いいんだけど、なにここ、ごめんなさい、歌始まっちゃった。ちょっと待って、なにこれ、すごいね。ここにバーの星がいるんだよね、これね。うわー、好き。もう一発目から好きですね、これ。私このさ、でちょっと息から入れてんの分かります？で、息から入れて、その後のね、この音の取り方がね、結構特徴的だなと思ったんですけど、You know without you. 結構こういう感じで、タタタタンタン、跳ねるような感じで撮っていくのかな。911 calling。これって911って何?気持ちいいね。しゃくるのがポイント。なんか食べた。深い、魚野くんの深い声、優しいね。すごくソフトに歌ってるね。まずさ、ファリンのところで、この一発目ですね。少しエッジボイスにかけるようなニュアンスなのかな。このタタタン、このリズムめっちゃ気持ちいいね。このなんかリズムがすごい気持ちいい。なんだろう、このラテンじゃないんだけどさ、なんかボンゴみたいなのなってません？何の音なんだろうな。ちょっとそっち系の音というかさ、なってるよね。ボンゴ。ここが、ミンギュくんかな。ミンギュくんも一文字目、ちょっとエッジボイスかけましたね。ここですね。テキーラ I'm drinking now.、ちょっとごめん。イケメンすぎた、待って。見ていい？ Oh my gosh. 髪型似合いすぎ、マジ無理。なんかファシャファシャってなってる髪の毛、可愛いよね、男の人のね。Our problem, blood type or DNA. あなたのこと知りたいっつってんの？ No, what problem? Our かな。ここでちょっとキュイッとお尻を上げるようなニュアンスが入ってきますね。No, what problem? っていう、こういう感じでいくのかな。で、このシーン超可愛くない？待って、無理。ドギョムシバラ、 I can't wait no more。 めっちゃ綺麗じゃない？さすがのドギョムシ。うわー、ウジ君のこのちょっと落とす系の音ね。一回ドギョムシでさ、裏声ぶち上げといてからのウジ君でスンってなる感じね。わーマジでかわいい。待って、この曲超好きなんだけど、このウジ君でさ、サビ前で一回スンと落ちてからちょっと無音状態になるんだよね。
からのこの女子足のこのゆるい系ダンス、これめっちゃ可愛いね。声もさ、すごい優しい感じでめっちゃラフな感じで歌ってるっていうか、You know without you, you know without you、 こういう感じ、エッジかかってるね。ここでもかかってますね、エッジボイスね。 You とこの後ろの You から I にかけて、ここのエッジのかかり方、このゆるさ聞いてほしい。Again, I'm diving. ここも。Again, I'm っていう感じでリンキングしないで、Again, I'm diving. こういう感じでここ切るんだよね。Again, I'm。ここ切って歌ってるね、これね。Darling you, こうトロンっていう細かいニュアンスっていうのも入ってきます。ちょっと待って、星くんのとこも超いいんだけど、この if で突っ込むんだよね、この曲。ダラタタラタラタラタタラタタラタラタラっていう、こういう感じでね、これめっちゃいいな。Falling to you, da 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 da. このリズム立ち方かわいい。わー、なんかサンバみたいなね。ボンゴっていうのかな、合ってるかな、ボンゴ。なんか鳴ってるよね。ジェン君。クープソシー優しい、とても。ウォヌちゃん、もうね、この深い音、男らしい声、包まれますね、これね。それが引き立つのは、この前の方で、ウォノ君の前の方で、クプス氏がすごく薄い音で軽くね、歌ってるからっていうね。比較的皆さん軽く歌われてると思うんですけど、この軽く歌ってる中でもさ、声の聞こえてくる重さ成分がちょっと違うっていうかさ、これいいよね、これね。その人それぞれの個性があってね。声。ちょっと待って、ここの歌詞好きすぎる、私。めっちゃ可愛い。ちょっと待って、これ。ちょっと日本語で見ていいかしら。これなんて言ってんの、日本語で。やば。やば。知りたいよ、君の問題。私の問題知りたいって言ってんの。嬉しい。嬉しいよね、これね。言われたらね。こんなこと言われてみ、ちょっと、やばいじゃん、みんな。どうする？またちょっと違う。またドギョムシとはちょっと違うね。ドギョムくんの方がもっとなんかね、こう、カーンっていう感じの音だった気がするんだけど、スンガン氏の声優しいのよね。Every night. 深い。ちょっと深めの音で。I can't ってこのバライのここら辺の息の漏らし方とかすごい好き。But I can't wait no more ってちょっと硬くなっていくっていう感じ。ただ硬くなり方もやっぱりドギョムシのカーンっていう感じとはまたちょっと違うっていうか、もちろんね、どんどん響きは出てて綺麗な音になってるんだけど、ちょっとニュアンスやっぱ違って聞こえるよね。ちょっとドギョムシのとこ一回聞いていい？うん、そうね。ドギョムシの方が出してるね、声ね。But I can't wait no more! しかも、口角も結構上がってる気がする。音的にですね。母音が少し明るい音っていう感じ。それに比べると、スンガン氏の方がやっぱちょっとね、深くて、切ない暗い音っていうか。わかります？この違い。なんかちょっと切ないよね、スンガン氏の方がね。Darling you, ho, ho. Sorry, darling you.うわー、かわいい。うわー、ご
めんなさい。ちょっといろいろいい。いろいろいい。宇治くんね、まず。めっちゃ可愛い。この振り付けやばいね、これね。あいこー、なんか可愛いんだけど、どうするみんな。で、宇治くんこのやっぱね、薄い声で歌うんだよな、彼。You know without your answer, running. なんか、ほぼ裏声だよねっていうような感覚で歌ってくんだけど。こことかもう宇治くんっぽいな。うわー、今のめっちゃ宇治くん。あ、ここ多分もう、宇治くんが多分ディレクションもしてるんだよね、きっとね。もうね、宇治くんの歌い方っていうシーンがね、まさにこれだわ。はい、ここでです。さっき Again I'm diving、 ここ一個一個切ってるよねって言ったんだけど、これ宇治くんの歌い方だわ。これこの切り方ね、宇治くんやるなっていう印象ある。 Into your head again I'm diving って、なんかこういう感じの切り方宇治くんよくやりませんね。ここ丸々宇治くんの歌い方だし、最初ジョシュア氏だったかな、これやってたの。合わせてるよね、しっかりそこにね。Darling you, darling you, baby。 細かい、めっちゃ細かいね、やってること。待って、上半身めっちゃいい。すげえ優しい上半身。これなんか、いいね。声がね、こう優しくみんな同じような感じでテンション感で歌ってくれてるからかな。余計なんかそれぞれが持ってる音をこう比べやすいっていうか、聞こえてくる音がやっぱ全然違うなって思うね。口角上がってんなぁ、上半身って感じ。なんか笑いながら歌ってそう。Falling to you, falling to you. ここですよ。この falling、 ここで一回エッジに落としてるんだよね。falling to you ってこういう感じ。で、母音はちょっと E とか A とか、ちょっと唇引く系の母音ですね。が比較的ずっと使われてるなっていうイメージ。だからちょっと笑いながら歌ってたりとか、こういう感じの口で歌ってたりとかするのかなっていうふうに思うんだけど、どうだろうね。これ、レコーディング映像とか上がってきたら、すごいそこ確かめられるから面白そう。今さ、I see you、 なんかぶつかったみたいな音したけど、うん、面白い、ここの歌い方。あ、あ、こうちょっとわざと吐いていくような感じのニュアンス使ってるんですけど、硬い音じゃなくてずっと柔らかい音なんだよね。うん、care for you, care for me。 後ろの care のところで、ここかな、後ろの care で、care for me, care for me。 ちょっとこういう風にブリってこう持ち上げましたね、音をね。なんだろうな、このってこっちじゃないというところに何か一つ理由がありそうですよね。柔らかい音であくまでも進んでいくっていうか、基本的になんかあんま力が入る瞬間っていうのはそこまで感じてなくて、あのエッジボイスの感じもこうってこうすごく緩まった状態の音がするというか、脱力してるから聞こえてくるニュアンスだったりとか、音を切る過程の中でエッジボイスが生まれるみたいな、なんかあくまでそういう自然な感じ、なんかわざとハッってこう入れるような瞬間がないっていうのは、この楽曲が持ってる雰囲気とこうしっかり合わせるための歌い方の工夫なのかな、なんていうふうに思って聞いております。はい。めちゃくちゃわかりやすいね。ジュン君の時に声がこうギュッととんがった感じしましたよね。We can be。 でもこれはもともと持ってる彼の質感だと思うんですけど、なんか作ってるとかっていう感じのとんがり方じゃなくてっていう感じ、もともとこういう歌い方なんだろうなっていう感じですね。なんかそういう意味ではすごく素直な音が聞こえるね、この曲ね。だからこうすごいリラックスして聴けるのかな。すごい。
Oh my gosh. Kiss me, baby. やば。このミンギュくんのさ、この深い音にまた一回落ちるんだね。ジュンくん、ミンギュくん、ジョシュア氏の流れだと思うんですけど、ジュンくんで一回さ、もう彼の持ってる独特な音質っていうか、少しこう、尖ったようなね、音質から、ミンギュくんで深い音に、この、タラララララベーラーってここですね。ここで落ちるんだよね。結構音程変化がバーバーってこう動きますね。このさ、ジョシュア氏のさ、Honey note, Honey note、 この音やばくない？すごい喉仏上がった状態でさ。で、to my arms って、この arms でさ、エッジかかるんだよね。ここでグッと緊張したものが、ここで急にエッジボイス、脱力した音が入ってくるっていう。Honey now, come into my arms. To my arms. これ、すごいな、これな。Honey now, come into my arms. Kiss me, baby. Kiss me.ちょっと待って、バーの音し甘っ。マジで、なんか一人だけバレンタインみたいな男だけど、どうする？やば。ちょっと待ってくれよ。誰が落ちたんだ、今。びっくりした、今。どうかもしれん。うわっ。危な。怖いよー、これ。怖いよね、これ。うわちょっと待って。うわ、そこに落ちるんだ。これで終わるんだ。ちょっと待って。ごめん。いろいろ情報量がやばくて今、びっくりしてるんだけど、まず、ドヨムシが落ちるあたりのところですね。ここら辺で、結構音数の少ない、まずサビに変わるんですよね。なんか大サビ前の軽めのサビみたいな感じですね。でその後ドギョムシが落ちてからこっから行くよーみたいな空気感出すんですよ。ちょっと聞いて。絶対来るよね。絶対来るじゃん。うわーぶち上がるって思うじゃん。そしたらさ、普通のサビに戻んの。やば。めっじゃあ、もてあそばれてる、うちら。やば。で、終わるのよ。ちょっと、なんか置いてきぼりにされたんだけど。やばい。なんか、もっと聞きたいって思ってしまう。正直。何？どこに落ちた？ちょっと、やば。熱すぎる、何これ。この音のなくなり方もやばいしさ、うじくんのサビ最高で、その後のうわ、でもやっぱちょっと音変わってるね。これとさ、いやでもなんかバックの音の音量かな、なんかごめん、なんか詳しいことわかんないけど、バックの音の雰囲気とかがちょっとなんか大きく聞こえてくるような気はするんだけど、もしかしたら気のせいかもしれない。どうなんだろう、音量的な部分でちょっと上げてたりとかするのかな。ちょっとそこら辺なんかもっと詳しい人いそうですけど、はい、っていう感じでございますね。これ最後のサビ歌ってるのって誰？スンガン君かな。ああそうだね、スンガン君。いやもうなんかいくらでも聴けるこれ。どうしよう、ちょっとめっちゃいい、こんなに聴き心地のいい楽曲ちょっと久々だな。やばい、聴き心地久々ってのもあれだけど、なんかこういう聴き心地のいい曲に出会うとすごいな、私癒されちゃうんだよね、マジで。いいな、ずーっと聴けるなこれ。
ていう感じで、ちょっと音量の件に関してはね、ちょっと私の気のせいっていうパターン全然あるので、はい、気のせいかもしれないです。はい、っていうのと、やっぱ声質がね、すごくこう柔らかいトーン、結構脱力系のトーンで歌われているなっていうシーンがやっぱ多かったなと思うし、やっぱりその節々にね出てくる宇治くんカラーっていうか、宇治くんの DNA みたいなのをね、すごく私はこの曲感じましたね。これなんか映像のね、意味的なところとかはちょっとごめんなさい、集中してそこまで見れてないので、声にね集中しすぎたのであれなんですけれども、ちょっとそのあたりもね、またゆっくり見てみようかなというふうに思います。はい、ということで今日はねこんな感じで終わりたいと思います。もうめちゃくちゃ素敵な曲でございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。